可愛い極めたら最高潮。極めて可愛いあの子はいつだって極物扱いなんです。それって本気なの？私別にそこ売りにしてるわけじゃないんです。謎の戦い挑まれちゃいます。気にしないでいいって言うだけならまあ簡単。本当に気にしないなら自分にも興味ないって感じ。ってことで今日からめちゃくちゃ気にしていきます。人の目より自分のアイメイク、QOL 爆上げですか、レベル100でカンストですか。違う世の中まだまだ上はいる。例えば明日の自分とかね、それを信じたら最高潮です。可愛いを極めたらあもうかっこいい、そんな風に突き抜けちゃえば。だってそれいいじゃん、これもいいじゃん、自分を好きって言えるためだけどただの属性なんです。私も君もね、極めて可愛いあの子は恋だって際どいところを攻めます。それって本当なの？私別にそれが禁止だとか言われてないからさ。え、そういう問題じゃないでしょ。今日バイブス爆上げですか、それじゃちょっとチャラすぎますか。違う、私がブレなきゃ別にいい。例えばブリッコをしたとしてね、それを信じたら最高級です。可愛いを極めたらあもうかっこいい、そんな風に突き抜けちゃえ。ただの属性なんです。可愛いと言われたらあもう他にはいらない、いらない、結果いらない。いつだって最高に極まったこの感情を伝えたい人がいるから。私も君もね。